スティーブン・マット・ブライアントはアメリカが州国テキサス州オレンジ出身のアメリカンフットボール選手。現在はフリーエージェント。ポジションはプレースキッカー。高校時代はアメリカンフットボールと野球をしていた。テキサス州はセンズのトリニティバレーコミュニティカレッジに進学時下のオールアメリカンに2年間に選ばれ、1994年には全米チャンピオンとなった。 その後レゴン州立大学に編入したが、後にベーラー大学に転校、大学史上5位の 21FG、42パットを成功、105得点を挙げた。1998年の NFL ドラフトでは、指名されず、ポーンショップでおよそ3年働いた後、トレーナーとなった。アリーナフットボールリーグの愛用はバーンストーマーズ。 NFL ヨーロッパのフランクフルトギャラクシーでプレーした後2002年フリーエージェントでニューヨークジャイアンツと契約を結んだが一旦カットされプラクティススクワットに入れられたオーウェン・ポッチマンが故障者リスト入りしたことからロースター入りしたその年最終週のフィラデルフィア・イーグルス戦でオーバータイムに決勝 FG を決めてチームはプレーオフに出場した サンフランシスコフォーナイナーズとのワイルドカードプレイオフでは38から39と1点差で迎えた残り6秒に41ヤードの FG を狙う機会があったがトレイジャンキンのスナップミスにより FG は蹴れずチームは敗れた2003年負傷のため5試合に欠場チームは4勝12敗に終わりシーズン終了後解雇された年月めに インディアナポリス・コルツと契約し、1試合に出場し、5本のパットを成功したが、44ヤードの FG を失敗、試合翌日にウェーバーされた。オリンド・メアが負傷した、マイアミ・ドルフィンズと10月13日に契約し、3試合プレーした。2005年にタンパベーバッカニアーズと契約、2006年10月22日のフィラデルフィア・イーグルス戦では、 試合終了と同時に62ヤードの逆転 FG を成功した。62ヤードの FG は NFL 記録である63ヤードの FG に次ぐ長さのものであった。翌10月23日、ンパ市長のパムヨリオは10月23日をマット・ブライアントの日とした。2007年12月の試合で11本中10本の FG を成功。NFC 最優秀月間選手。 スペシャルチーム部門に選ばれた。2008年、第4週のグリーンベイパッカーズ戦の4日前に、生後3ヶ月の息子を、乳幼児突然死傷後軍で亡くしたが、3FG を決めて、勝利に貢献した。2009年の開幕前、マイク・ヌージェントとのポジション争いに敗れて、バッカニアーズから解雇され、ユーフルのフロリダタスカーズと契約を結んだ。同年月日、 ジェイソン・イーラムの代役としてアトランタ・ファルコンズと契約した。2010年の第12週グリーンベイ・パッカーズ戦では決勝 FG を成功させた。2011年7月、ファルコンズと4年契約を結んだ。2012年の第4週カロライナ・パンサーズ戦では残り5秒に40ヤードの逆転 FG を成功させた。第5週のワシントン・レッド・スキンズ戦では 第4球に53ヤードの同点 FG を成功、敵地での勝利に貢献した。第6週のオークランドレーダース戦では、第1球に43ヤードの FG を失敗し、前年から続いた連続 FG 成功が23本で、途切れたが、55ヤードの決勝 FG を成功、ファルコンズの開幕からの6連勝に貢献した。第13週のニューオーリンズ・セインツ戦でも55ヤードの、 FG を成功している。シアトル・シーホークスとのディビジョナルプレイオフでは残り31秒に、マーション・リンチに TD を決められて27から28となった後、残り8秒に49ヤードの決勝 FG を成功させた。決勝 FG を蹴った際、最初右に外してしまったが、シーホークスのヘッドコーチ、ピート・キャロルが、プレーが始まる直前にタイムアウトを取っていた。 蹴り直しの FG を成功、チームは NFC チャンピオンシップゲームに進出した。2013年、第13週のバッファロービルズ戦では、オーバータイムに36ヤードの FG を成功し、チームの連敗を5で止めた。2014年、FG32 本中29本を成功、50ヤード以上の FG も10本中7本、成功しており、11月には、 NFC のスペシャルチーム部門の月間 MVP に選ばれている。シーズン終了後に契約延長を果たした。2019年10月29日、アトランタファルコンズから解雇された。ありがとうございます。